日本関東地方神奈川県横浜市栄区東上郷町東上里町は横浜市栄区の町名定番を持たない単独町名である住居表示実施済み区域栄区の東部に位置し東側は瀬上市民の森に隣接する町の大部分が住宅地となっている町内に鉄道は通っておらず 町内を循環するオフマ駅行き及び、港南大駅行きの路線バスが利用できる。かつては、鎌倉郡本郷村の一部で、1939年4月1日に、横浜市戸塚区に編入され、戸塚区上里町の一部となった。1968年より、大船緑が、丘住宅。1972年より、青葉が、丘住宅が開発され、 1973年には、上里大共同住宅の入居が開始した。1982年7月19日に、東上里町が、上里町をより分離、新設され、同時に住居表示が施行された。町名は、上里町の東に位置することから、地元の要望により付けられた。1986年に、分区により、坂区登場京町となり、 現在に至る。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。